絶品らしいよ、あれ本当にうまいっつって。さとみちゃんありがとう。ビーリング界で撮ってるやつも高橋がいいでしょあれ。カリチャーハイダメだよ。深夜中釈放っつったじゃん。予想するまでもないよ、保釈申請出してんだから。保釈申請出してんだから、そうね、3日4日後に出てくるわね。スニータンちゃんありがとう。さっき出てきてたの、ね、1時間ぐらい前に裏口から出たみたいだな。半べそかきながらやってた。フェイ嘘つきじゃんってなんて言ってたの。ミズヤンとかグミちゃんは嘘つくから気をつけた方がいいよ。うん、嘘つきだからあの二人は。めちゃめちゃ嘘つくからね。信用しない方がいいですよ、何も。これからどうやって便乗するのか見ものだけどね、深夜中に。どうやって便乗するのか。深夜中別に普通に配信つけるだろうし、裁判まで誰とも絡まない。まあ それは普通の考え方だわな。下手すら実験になる可能性もあるからね。いらんことすると。執行猶予が一番効くと思うけどね。執行、俺の僕何度も言ってるけど、もう最初から逮捕当日からスーパーウルシじゃないと。逮捕当日から何度も言ってるけど、もう決まってます。執行、懲役2年、執行猶予4年です。で、間違いないと思うよ。
保釈金は200万あの、しきちゃんが払った、しきちゃん、あの全額返ってくるから、裁判終わったら200万が消えたわけじゃないですよ、預けてあるだけだよ。別に200万、え、敷地に200万も出したの、新薬長のために、すごいもったいな、私ならできないとか思っちゃってんの。預けただけ全額返ってきます。だから要するにあれ出したくなかったから、一時預け金でも、うん、だから口座さらしてとりあえず200万集めようとしてね、預け金って言ってもさ、200万は出すの嫌だなっつって、そんなもんリスナーに出させりゃいいわっつってね嫌じゃない、自分のお金200万出すって。しきちゃんが出したよ、それがどうかしたんですか、ね、200万出したけどそれがどうかしたの、ね、帰ってくるけど全額1円もた、ね、欠かさず、それがどうかしたの。すごい、しきちゃん200万円も出したの、すごいっていうこと。ね、全額返ってくるんですよ。それが何？それが何？すごいことなの。釈放されたら嬉しいだろうね。花見るだけで感激してた。黒猫ちゃん。あんな塩らしくしてようがね、あの意味ないですよ。もう刑が決まってるから、判決なんて。懲役2年、執行猶予4年です。決まってますね、最初から。新八丁顔が細くなってたな、どんだけ加工できるのあれ黒猫ちゃんやとこんなパンパンなのですか、すごい加工できるよねあれ黒猫ちゃんやと。加工外れたらもう太いからね、全然痩せてないから全然痩せてない保釈金しきちゃんが払ってよ、それがすごいことなの、ね、何回も言わしてもらうけど、それがすごいことなんですか。200万円払ったけど、しきちゃんが保釈金払いました、うん、しきちゃんが払いました200万円。
で、ね、すごいのそれが すごいってすごい全額返ってくるけど普通は出せない、全額返ってくるけど私なら出せない、しきちゃんはやっぱりすごいってこと。裁判終わったら戻ってきますよ、200万。しきちゃんが200万出したんですよ。全額戻ってくるけど四季ちゃんが払った保釈金200万、うん、全額戻ってくるけどね。すごい すごい200万も出してる、すごい、全額戻ってくるけど普通なら出せない、すごい四季ちゃんすごい。